説明で、患者さんが実際来られたら、まあ、いろいろまずお話伺うじゃないですか。でお話伺って、でまあその方のその生活習慣とか、まあ、仕事の動きとか、まあ、その方の歴史とか、そういったものを聞くと、まあ、なんとなくこう見えてくるところがあるじゃないですか。で見えてきて、実際じゃあその方の痛みの状況っていうところもやっぱり見ていきたいんで、動作痛とか動きの痛みっていうのを見ていくんですよね。で一回立ってもらって、患者さんじゃあこれから検査しましょうみたいな感じで検査していくじゃないですか。でじゃあ中川さん実際前にかがんでもらったりとかで戻ってきてもらって、後ろに反ったりとか、戻ってきてもらって体左に倒したりとか右に倒したりとかで右にひねったりとか左にひねったりとかで、今動作の痛みとかってありました？前にかがんだ時とか。前と後ろでこの左の背中から腰にかけてこう詰まる感覚と、はい、あとは鈍い痛み。ちょっともう一回やってみてください。前に行った時とかどの辺が痛いですか？この辺です、ね、この辺です。で戻ってきてもらって後ろに沿って、うん、この辺ですね。で体を右に倒したりとか、右に倒したら左のこの辺か、で反対に倒したりとか、反対に倒したら右のお尻が張るので右にひねったりとか左にひねったりとか、左にひねると左のこの辺りが辛い。 OK。 で一回座ってもらって、でこれでまあ今左側のなんか痛みがメインだったじゃないですか。でこれでどういうふうに見ていくかっていうと、要は左がこう引っ張られたりとか詰まったりとかして痛いんですよね。でどこが動いてないのかっていうのを見ていくんですよ、うん、でどこが動いてないのかっていうのを見ると、今中川さんは左の股関節周りがなんか全然動いてないんですよね。もう一回動いてみましょうか。前に行ったりとか、なんかこの辺がなんとなく動いてないんですよね。で戻ってきてもらって、で一回座ってもらって、なのでここの動きが悪くなってる原因っていうのが、左の股関節周りの筋肉が硬くなってるっていうことが考えられるので、その筋肉を少し押してあげた状態になれば、筋肉が縮んでる状態になったのが伸びる状態になるんで、そうすると股関節の動きが復活するんで、腰の痛みがなくなるはずなんですよね。で一回立ってもらって、で実際左のこういうところの股関節のところが押すと硬いところがあるんで、これ押した状態でもう一回前に行ってみます。ああ、行きやすくなりますよね。で後ろに反ったりとかしても行きやすくなったりする。で右に倒したりとか、で左にひねったりとか、要は股関節の動きが復活するんで、腰の引っ張られるのがなくなるんですよ。で一回座ってもらって、なんかこの方だったら左の股関節の動きをよくしてあげれば腰の痛み取れるはずじゃないですか。で一回じゃあ仰向けになりましょうか。でこういう人がいたら、まあここの硬さを取ってあげればいいので、で力抜いてもらって、で少しここ固まってはいるんで、ここの硬さちょっと取ってあげるんですよ。でも時間的にもう1分くらいで十分です。であんまり強く押しすぎちゃっても緊張入っちゃうんで、まあ痛気持ちいいくらいですかね。それで一回の操作を起き上がってもらって、でもう一回動いてみましょうか。うん、うん、こんな感じで行きやすくなるんですよ。でまだ硬さ全然あるんですけど、でひね、そうですね、まあ、なんでここの硬さが原因で腰の痛みが出ちゃってたっていうことですよね。で一回座ってもらって、なのでここの硬さを取ってあげればこの人の痛みって取れるじゃないですか。なのでここの硬さはもちろん取っていくこともそうですし、患者さん自身でもここの硬さを取るようなストレッチとか覚えてもらえれば、痛みが出ないようにコントロールできるじゃないですか。でかつここに緊張が起きるっていうことは、多分こういうような姿勢の癖があるんですよね。ちょっとこうこっちに負担かかるような、
そういう癖を直してあげるっていうふうにすれば、まあ、痛みが戻らない状態ができるんで、なので施術しながらもストレッチも覚えてもらって、最後姿勢的なところで負担のかからない姿勢っていうのを患者さんに理解してもらえれば、痛みが戻らない状態ができますよね。そんな感じですね。